ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品は9月の24日21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。あと、501の本とですね、ジージャンの本、10月10日に発売されます。ご予約を取っておりますので、そちらの方よろしくお願いします。あと、詳しく限定商品の方です。限定本がですね、もう予約の方がいっぱいになりましたので、そちらの方ご報告させていただきます。それでは、商品新入荷ですね、紹介させてもらいます。チャンピオン、トリコの XL です。はい、無地ですね。はい、チャンピオン目出し、はい、後ろも無地です。 XL、着丈ね、これ短めで着やすいと思います。自分がね、ちょっとこうゆったりめで着れます。はい、状態も非常にいいですね。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いてオニータボディの、はい、霜降りのグレーですね。こちらミディアムサイズ、はい、以前にもね、ラージサイズとか紹介させていただきましたね。こちらデッドストックの商品になります。はい、ミディアムサイズが入荷してきたので紹介させてもらいます。はい、かっこいいですね、この霜降り。はい、デッドストックで5800円に消費税です。続いてナイキですね。はい、ナイキコンタグ 80s ですね。はい、赤のボディのノースリーブなんですが、このプリントも、はい、可愛いです。まあノースリーブでね、着るの難しいかもしれない。まあコレクションにもいいかなと思います。はい、ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズです。こちらで6800円に消費税です。続いてこちらは古いですね、サウザンの S サイズ、はい、グリーンと、ブラックですかね、はい、の一応ツートンです。そして黒の染み込み、はい、緑にね、黒の染み込みって結構珍しいと思います。はい、S サイズですが、そんなにねすごいちっちゃいわけではないですね。しかも 100% コットンで、もちろん状態は相当いいです。はい、プリントもかっこいいですし、ツートンいいですね。はい、こちら15800円に消費税です。続いてチャンピオンのバータグ、はい、こちらはナイロン素材ですね。はい、フットボールといいますか、この、はい、ラグランの形です。そして袖にラバープリント、まあ、一番メインは染み込みのハーレーナンバーワンですね、この。はい、状態も白ボディですが綺麗です。はい、こちらも15800円に消費税ですね。はい、続いてもチャンピオンのトリコのラージ、はい、フットボールです。ただね、このラウンドのプリントが非常にかっこいいですね。はい、ひび割れプリント黄色です。ラージ自分がちょうどいいサイズですね。はい、状態もいいです。はい、紺のフットボールで、こちら9800円に消費税ですね。はい、続いて半袖シャツ、はい、こちらもコンタグのナイキです。 80s ですね、サイズミディアム。はい、このね、かまぼこの、通称かまぼこですね、ナイキの。はい、半袖たまに見かけるんですが、はい、こちら袖にですね、アイオアとプリントがあります。はい、これね結構珍しいと思います。こちらにも、はい、ナイキのね好きな方、しかも黒と黄色というのがいいですね、ツートン。はい、M サイズでこちら12800円に消費税です。1ニッパーです。はい、続いても半袖シャツ、はい、自分もね好きなんですが、こちら、はい、ちょっとオールドのタグですね、ボタンダウン、はい、マチ付きです。しかも、はい、さらにドット、ちょっとね黄色赤派手なドットなんですが、こちらサイズがね、スモールサイズぐらいですかね、14ぐらいですかね。はい、しかも状態は非常に綺麗です。はい、
なかなかねドットのシャツって少ないので、僕もね好きで結構集めてます。はい、さすがにこれは僕ちょっとちっちゃかったですね。はい、こちらマチ付きのボタンダウンドットで 12,800円に消費税ですね。はい、続いてはウールシャツです。はい、こちらサイズがですね、サイズラージです。はい、ウールのチェックシャツなんですが、ちょっとね渋い色目です。はい、一気にね大人の感じになりますが、今日久しぶりに僕もねブラック履いたんですが、ブラックジーンズなんかはね相性いいと思います。はい、あとね程度が非常にいいです。はい、こちらで9800円に消費税ですね。はい、続いて、こちらヘリンボーンのボタンダウンシャツ。はい、ちょっとねサイズ表記がね、ないんですが、おそらく15ぐらいだと思います。はい、これねヘリンボーンでもね状態綺麗です。はい、そしてボタンダウン、こちらもマチ付きですね。バチ付きのねこういったボタンダウンシャツもね数少なくなってきましたし、これ状態非常にいいです。はい、こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いて、ストライプシャツですね。60年代エリシン入ってます。こちらサイズが一応 XL になりますね。はい、綺麗なブルー、こうシャンブレーみたいな色ですが、こう縦のねストライプ非常にかっこいいと思います。まあブルーデニムにはね間違いなく相性いいでしょうし、ちょっと XL 自分がねゆったりします。はい、ちょっとこう間がねこうなんですかね、かすれてるようなストライプで、はい、珍しいと思いますね。ちょっと大人っぽく着れると思います。ボックスシャツ、こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いてボックスのプリントネルです。はい、こちらサイズラージサイズ。はい、またこれね綺麗なチェックですね。はい、ラージ自分が、ちょうどいいサイズです。はい、後ろもねちょっとこのかすれといいますか、はい、チェック綺麗ですね。まあまさにデニムと相性抜群だと思います。はい、こちら同じくエリシン入ってます。60年代プリントシャツで 12,800 円に消費税ですね。はい、続いてペンドルトン。はい、もうね冬の定番です。はい、サイズがね XL です。茶色ベースのね、また綺麗なチェックです。ちょっとこうオレンジとか入って綺麗な色目ですね。ちょっと XL 僕がゆったりします。はい、後ろもね状態非常にいいです。うちのバイヤーもね本当に程度にこだわって集めてるので、はい、こちら7800円に消費税ですね。続いても、はい、ペンドルトンサイズ S サイズです。はい、まあ同じくボックスで、こちらもちょっとねオレンジっぽい色目、はい、ベージュとオレンジっぽい色ですね。これもね非常に状態いいです。もう多分ねワンウォッシュぐらいの程度ですね。はい、逆にね L とか大きめでっていうよりは、まあこの辺 S サイズね、ジャストサイズで着るのもありかと思います。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、ガウンになります。ちょっとねタグがもう取れかけてるんですが、すいません、タウンクラフトですね。サイズ XL。 はい、これもまたね綺麗なチェックです。まあ、オンブレシャツになったらね非常に人気のあるね色目だと思うんですが、はい、青と黒と、まあ、白と言いますか、で緑も入ってます。 XL のサイズでねちょっとダボとはなりますが、はい、こういった色目だったらかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税ですね。続いてパタゴニアのベストですが、レトロ X ベスト、はい、サイズ XL になります。はい、ちょっとね、ユーズドですが、はい、XL 多分ちょっと自分がゆったりします。はい、
フリースもね、まあ、少しユーズド感はあるんですが、はい、まあ、ネイビー色目いいですし、このパッチポケいいですね、はい、こちらで 12,800円に消費税です。はい、続いてはスウェット、こちらボディがエクストララージ、はい、黒ボディであのポリコットンです。はい、50/50なんですけども、ミリタリープリント、はい、XL はねゆったりします。はい、まあ、後ろ状態も綺麗ですね、うん、袖にも、はい、アーミーと入ってます。ウエストポイント USMA、はい、いいプリントですねこちら、こちらで7,800円に消費税です。はい、続いてこちらはリーバイスです。XS、はい、これがね L サイズか XL だったらちょっと僕欲しかったんですが、非常にプリント可愛いです。70年代、はい、ボディはね、もちろん50/50です。100% コットンとポリです。ただねこの字体が非常に可愛いですね。はい。XS なのでまあ細い男性か、はい、女性がね女の子が着ても可愛いと思います。白ボディ。後ろは無地で状態もいいですね。はい、リーバイスのスウェット、はい、こちら 12,800円に消費税ですね。はい、続いてちょっとタグはね欠損してます。はい、60年代ぐらいの 100% コットンですね、すごい肉厚です。白ボディ無地のヴィンテージスウェットです。はい、多分 XL ぐらいあると思います。自分も着れると思います。ちょっとね後ろに若干シミがあるんですが、はい、あとボディの状態は非常にいいです。はい、こちらで7,800円に消費税ですね。はい、続いてこちらもボディタグは欠損してます。はい、ただプリントがねちょっとねあのスヌーピーのキャラクターっぽい、はい、水色ボディ L サイズはあると思います。こちらプリントもね可愛くて後ろは無地です。少しだけね、ペンキの飛んだ感じはあるんですが、はい、プリントが非常に可愛い、これフロッキープリントですね。はい、こちらで9,800円に消費税ですね。はい、続いてもこちらタグは欠損してます。ちょっとねダメージ首元とか来てるんですが、こちらねバイクのね、ラバープリント、まあ、珍しいと思いますね。はい、ボディおそらく M ぐらいだと思います。はい、後ろは無地で、うん、こちら 12,800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、スプルースですね。はい、サイズスモールサイズです。はい、まあでもねスヌーピーこの定番ですね。染み込みのプリント、ただね長袖のヴィンテージスウェットなんですが半袖にカットされています。はい、ピンクボディ、はい、後ろもねもちろんプリントありますが、まあ中にサーマル着てね重ねて着てもらったりとかでも可愛いと思います。まあむしろね半袖スウェット、もうオリジナルの半袖スウェットもあるんですがかなり少ないので、はい、こちら 15,800円に消費税です。スヌーピーです。はい、続いてこちらもタグは欠損してます。こちら前 V、 はい、ステンシル3段ですね。はい、リブを長リブです。50年代あたりでしょうか。サイズがねおそらく L サイズ縮みかなと、はい、ただねステンシルのプリント非常にかっこいいです。後ろ無地で状態はいいですね。はい、こちら 12,800円に消費税ですね。うちのビンテージスウェット安いですね。はい、続いてチャンピオンのランナーズタグ、はい、ラージサイズです。はい、こちら、緑の染み込み、はい、ちょっとね袖に一箇所この鍵穴のようなダメージがあります。あとラージボディはちょっと僕はねジャストサイズぐらいです。はい、
後ろは無地、気持ちねシミはあるんですが、はい、まあヴィンテージで、あのスウェットの雰囲気としては抜群にいいと思います。ここにもねなんか落書きですかねこれ、はい、1156、はい、こちらで19,800円に消費税ですね。はい、続いてこちらアコムですね、はい、プリント、こちらも染み込みプリント、はい、アコムといえばフリーダムスリーブですね、袖、はい、そしてバックプリントにも27という、はい、こちらもね染み込みでしょうか、はい、サイズが ML と書いてるんですが割りかし大きいです、はい、僕でもね着れるサイズです。あとねちょっとねペンキとかが飛んでるんですが、はい、まあ雰囲気として見てもらえれば、はい、こちら25,800円に消費税ですね、アコムです。はい、続いてこちらシアーズ、サイズミディアムサイズですね、はい、フルジップの白パーカーですね。でパチポケ、まあ、白なんですけどねちょっとだけやっぱシミがポツポツはあります。ただね白でもこのフルジップパーカーのねパチポケって数少ないです、はい、僕はちょっと小さいんですが、はい、ボディの状態自体はねまだまだ全然綺麗だと思います、はい、こちらで12,800円に消費税です。続いて、リバースイブです、はい、トリコのミディアムサイズ、はい、アイオワのラバープリントですね。トリコ、生地感がね僕すごい好きなんですが、ミディアムサイズはちょっと僕小さいです、はい、ただねこれねボディ、このリブもね状態非常にいいです、はい、後ろは無地で、はい、こちらで7,800円に消費税です。はい、続いては単色いきます。単色タグの青タンです。エンジボディのパーカー、胸にねちっちゃく可愛くワンポイント入ってます。はい、そしてこちらがバックプリント、はい、白ではなくてこのグレーっぽいラバープリントです。はい、サッカーボルト、はい、で M サイズ、まあ、ちょっと僕はね小さいです。でも単色だけのねミディアムっていうのもねなかなかね数少ないです、はい、状態はね非常にいいです。エンジボディの青単色、こちら25,800円に消費税ですね、25%。はい、続いては、セーターいきます。ラルフローレンミディアムサイズですね。カーディガンタイプの、はい、セーターなんですが、ラルフの M サイズ、これちょっとね古いセーターだと思います。僕はジャストサイズですね、はい、こちら状態も非常にいいです。あと色合いもねグレーに赤っていうのが可愛いと思います。こちらで9,800円に消費税ですね。はい、続いてパンツいきます。ちょっとねリーバイス面白い形です。リーバイスのコーデュロイパンツなんですが、はい、若干ね太めのブーツカット、はい、前はジッパーで、はい、後ろはですねこれちょっとねウエスタン調なスナップボタン、ただねこれデザインのスナップで中にはねスナップついてないです、はい、まあ、デザインでこう石がついて、はい、リーバースマークついてます、もちろんスモールイーなんですけれども、はい、ブラウンベース、こちら実寸が、3328、はい、ちょっとねブーツカットですね、はい、ちょっと変わったコーデュロイパンツ可愛いです。こちら7,800円に消費税です。はい、続いて501の USA 製、はい、ユーズドに見えるんですが、実はこちらこのワンウォッシュとかされた状態で売ってたんだと思います、はい、3634表記、一応フラッシュギャランティーチケットもありますね、はい、3634ですね。もう言うまでもなく状態は、いわゆる、まあ、これで売られてたという、はい、
USA 製の501でこちら15,800円に消費税です。はい、続いてこちらも501の USA 製、珍しいですね、このストライプ。はい、以前にもね1本紹介させていただいたんですが、こちらサイズ表記いいですね、3232表記。はい、今実寸が3232、一緒ですね。はい、珍しいと思います、非常に。はい、ちょっとストライプ、これブラックもねあると思うんですが、はい、もう程度はね申し分ないです。はい、気持ちね、ほんとちょっとだけここに見えますかね、少しシミはあります、でもね状態が全然問題ないですね。はい、こちらも15,800円に消費税です。続いて、はい、定番のねコーチバッグ、ちょっとこれ、ね、いつもと違うんですが、こう手提げです。はい、こちらコーチ、レザーのね程度もいいと思います。まあ女性がね使うのに使いやすそうなサイズで、はい、レザーの状態も非常に綺麗ですね。はい、こちらコーチバッグ7,800円に消費税です。はい、続いてこちらもコーチバッグですね。はい、サイズ的にねすごい小さめで非常に可愛いです。はい、こちらコーチ、うちもね娘がこの辺のちっちゃいサイズ使ってます。はい、まあこういった形だったりとかで、ここをねまた、ちょっと結んであげて短めで持っても可愛いと思います。はい、黒レザーの状態も非常にいいですね。はい、外にも外バッグも使えます。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、ジャケットいきます。はい、こちら、はい、ベトナムのファティーグジャケット、スモールショートですね。こちら一応リップストップのタイプです。はい、ユーズドですが状態はね綺麗です。はい、スモールショートね着れる方結構いると思います。はい、状態は非常にいいですね。はい、うん、こちらで12,800円に消費税です。はい、続いて US ネイビーユーティリティジャケット、はい、サイズね42です。ちょっとね襟元のここだけパカッと開いてますが、直せなくはないと思います。すごいね上手なとこだとこの襟をくるっとひっくり返してくれるので目立たなくできると思います。はい、42、自分がちょっとゆったりになります。ただねこのねちょっとねこのナスコンに焼けてるのが非常にかっこいいですね。はい、僕もこれね好きで、まあ以前持ってたになっちゃいますが、はい、ワッペンもねついてますし、はい、状態いいのがねなかなかないですね。もう色がね薄くなってたりするので、これまだねしっかり残ってます。はい、サイズだと42っていうのはいいですね。はい、こちら25,800円に消費税です。25%。はい、続いてちょっと重たいんですがレザースウェードジャケット、珍しいんですね。こちらリーです。まあ、ストームライダータグ、はい、しかもこの紙のねタグまで残ってます。はい、70年代ですね。はい、スウェードジャケットで、これラージとかサイズかね、今42ぐらいだと思います。自分が着てちょっとゆったりめ、はい、もうスウェードのコンディションはね申し分ないです。はい、セブンティーズレザーで、はい、この裏ボアがね取り外せます。はい、ジッパーで取り外せます。裏ボアもね状態いいですね。こちら25,800円に消費です。26%ですね。はい、続いてこちらリーバイスボア、はい、L サイズです。デニムの状態はね非常にいいですね。ちょっとゆったりめです。はい、まあ、いわゆるフォーポケですね、下のポケットも。はい、自分が着てちょっとゆったりめで、はい、もうまさに今っぽいシルエットだと思います。はい、こちらで9,800円に消費税ですね。さあ続いて、まあ、秋口から、はい、やっぱ G ジャンね今相当流行ってます。はい、こちら、いわゆる JC ペニーのフォアモストですね。はい、60年代あたりだと思います。
サイズがおそらくね38ぐらいですかね。ただねコンディションは非常にいいです、はい、色もまだ残ってますし、このちょっとセカンドっぽい作りで4ポケです、はい、もうインディゴの色もね相当綺麗なので、はい、ちょっとね変わり種のジージャンっていうので、はい、まあ、女性がねこれ着ていただくのもすごい形はいいです、はい、こちら19,800円に消費税です。フォアモスト。はい、最後に、リード 101J ですね、はい、こちら MR 胸のピスネームも R オンリーです、はい、色はねかなり濃いです。しかもねリーのデニムにはすごいしては色落ちがめちゃめちゃいいですね。色濃いです。サイズ40で自分が T シャツで着てジャストサイズですね、はい、普段僕がこの辺の G ジャンは40ロングを着てます。42でねちょっと肩が落ちます、はい、リーの場合はね作りがちょっと腕回りとか太めなので、はい、普段36とか38着てる方だとちょっとワンサイズ上げて着れていい形だと思います。色落ちね非常にいいと思います、はい、こちら25,800円に消費税ですね。本日のご紹介は以上になります。ベルビジンの方で買取委託販売を行っております。10月10日の、ジージャンボンの発売に向けて、ヴィンテージのデニムジージャンを集めております。お店の方にお問い合わせいただければ対応いたしますのでよろしくお願いします。